北軍、前田利長編、第7話。江戸征伐に向けて軍備増強を進める北軍に対して、東軍は先手を取って攻撃を仕掛けてきた。すなわち、軍勢を5つに分けて進軍させてきたのである。その標的となったのは、松倉重政が守る上田城、高山右近が守る小諸城、北軍総大将、前田利長が鎮座する甲府城、戸田勝重が守備する小田原城、金森長近が守る韮山城、以上5つの城であった。戸様大名の効果も乗って、戦闘民族と化した東軍に対抗するには采配合戦しかない。しかし、采配合戦を指揮できる前田利長の体は一つしかない。ならば、どうやってこの局面を乗り越えるのか。利長は考え抜いた末に、ある策を講じることにした。それは、すでに防衛拠点となっていた小諸城に加えて、5つの城すべてで防衛戦が行えるように、他の城についても防衛拠点を設定したのだ。これにより、北から南に向かって巨大な要塞戦が完成した。これこそ、戦国の世のマジの戦と呼ぶにふさわしい代物だった。そして、利長はこの要塞戦で敵を足止めし、敵が疲弊して攻撃の手を緩めた時を狙って、薄くなった敵中央を突破して、関東に逆進行しようと考えたのである。盛況な東軍と北軍要塞戦の戦いが、今まさに始まろうとしていた。それじゃあ、東軍の進行に対して、北軍側の防衛体制を構築し終えたところから、再開していきたいと思います。何やら自信満々な防衛戦が完成したらしいな。見てよ、徳川家と隣接するところをすべて防衛拠点に設定してやったよ。これで、奴らは城を手に入れるためには攻城戦に挑まなければならなくなった。ネズミ一匹たりとも、この要塞の隙間をくぐることは不可能。唯一の弱点を挙げるとすれば、要塞がないのと半島側に迂回して攻撃されると突破されかねない。しかし、それも現状は不可能だ。道路大名の堀家がピンピンしているからね。彼らが能登半島に繋がる道を封鎖している限り、その心配は起こらない。堀家が滅ぼされる可能性もあるぜ。随分前にそう試みたこともあったけど、我が北軍の妨害を受けて失敗したからね。上杉家が徳川家に吸収されたら、侵入経路が増えて堀家が落とされる危険性もあったけど、徳川家は上杉家を養生州の戸様大名として残す選択肢を取ってしまった。なるほど、それにより上杉家は吸収されることなく、従属状態のまま何年にもわたって存在できていたのか。実際、吸収されていたら、この戦いはかなり厳しいものになっていたと思うよ。しかし、現実はそれが起こらなかった。少なくとも今のところは。さあ、夏の訪れとともに敵も本格的に動き出してきたね。この大軍を采配合戦なしで裁くのは無理だな。この部隊数を見せつけることで、まずメンタル面をへし折ってくるからね。甲府城だけは反転攻勢する予定なので、城で防衛せずに出陣して迎撃するから、そのための部隊を出陣させていくよ。そして敵が接近してきたら、甲府城から利長を出撃させて、手前の前線部隊を敵とぶつからせることで、采配合戦に持ち込み、敵が集結する前に括弧撃破していこうという算段。この後、甲府城を狙う敵をすべて殲滅するまで5回の采配合戦を行ったよ。それは骨の折れる作業だな。まあ、全部カットなんだけどね。他の要塞にも敵が張り付きつつあるぞ。各城に数万単位の敵部隊が押し寄せている。いくらでも張り付いてくれて構わないよ。その分、こちらも反撃にかけられる時間的猶予が伸びて助かるから、最終的に城に取り付いた敵は叩き落とせばいい。さて、再び中央部を見ていくけど、度重なる采配合戦のおかげで、甲府城に対する脅威もだいぶ和らいだので、ここからは反撃に向けて、前線を徐々に押し上げていこうと思う。これにこうして敵の国衆部隊が出てきてくれると、威風コンボで敵の城が落とせて楽なんだけどね。そう思っていたけど、思ったより敵の反応はなしか、なかなかうまくいかないものだね。おい、中央部ばかり目を向けている場合じゃない。上田城に東軍の第一波が押し寄せてきたぞ。相手はいいなお、まさか。こちらには秘密兵器があるとも知らずに愚かなり。あの砲台のことか。3門あった砲台のうち2門は別拠点の防衛に回したから、ここに配備されている砲台は1門だけだけど、それでも十分だよ。ふふふ、いいの赤備え。その朱色の軍装をさらに血で染めてあげようではないか。この砲台で。って、あれ？砲台はどこ？おい、ふざけるな。誰だよ、こんな役立たずな場所に砲台置いたの。あ、自分か。自分だけども、それは認めるけども、
このミスは自分でも信じられない。イー様、直政様、どうかご慈悲を、慈悲の心を、砲台の配置を直すので、それまで近くで待っていていただけませんか？残念ながら海戦だ。うわあ、これはやばい、本当にやばい。下手しなくても負ける。以前も同じところに置いて無用の長物とかしていたよな。そうだよ、その失敗のことは忘れずに覚えているから、多分今回は、上田城だけ重要設備の場所を調整し忘れたんだよ。つまり、初期配置状態で戦闘に突入したら、運悪くあんな場所に配置されてしまったと。これじゃあ、血で染められるのは北軍の方だよ。今頃、北陸の真っ白な雪を赤く染めてやるよ、とか言われてるよきっと。とりあえず、唯一使えそうな重要設備としては、この場所に材木庫があったから、この設備のレベルを上げて、城門や天守の耐久を上げて敵の攻撃をしのぎたいところ。城攻めが長引けば、その分式ゲージも減っていくからな。そんなことを言っていたら、開戦して間もないけど、もう第一関門の拠点が東軍の手で落とされそうだぜ。うぐ、ここはもうダメだ。追撃を食らわないうちに城門まで後退させよう。そして、もぬけの殻となった拠点が破壊されたと。ゲーム速度も最速状態だし、半分諦めてないか？あ、諦めてないよ、人聞きが悪いなぁ。おお、兵力減少効果が次々と発動しているぞ。この調子で少しずつでも削り続けることができれば、頑張れ、その調子で押し返すんだ。おい、早速一部隊が壊滅した。陛下攻撃でも食らってしまったのか。早い、あまりにも早すぎるよ。さらに二人目が敗走した。なんだって。そして、城門も破壊されたぞ。まだ大丈夫、天守を占領されない限り負けではない。それに見たまえ、開始時は3万3000いた東軍の兵力だけど、これまでの戦いで半分近くにまで減少している。こちらの兵力は4分の1くらいまで落ち込んでいるけどな。確かに。踏ん張れ、今が耐え時だ。おお、ようやく敵にも退却する部隊が出始めた。そのおかげで式ゲージを大きく削ることができたね。材木庫のレベルも上げ終えたから、ここからは全員守備に回るよ。よし、徳川頼信も撃破した。しかし、北軍側も兵力、天守の耐久ともにボロボロだ。これではいつまでもつか。ああ、城主である松倉重政の部隊が壊滅した。式ゲージを回復されてしまう。敵も稲姫の部隊が撤退した。相手の式ゲージがあと少しだ。ここで味方部隊が壊滅して、敵の士気が回復したら確実に負ける。天守を空にして、ことの成り行きを見守るよ。やったぞ。ギリギリのところで敵の士気がゼロになって退却してくれた。辛くも上田城を守りきることができた。本当に危なかったな。まあ、苦戦の原因は、設備の位置調整を怠った人災によるものだけどな。反省してます。今回の一番の勝因は、材木庫の効果のおかげか、天守が敵の攻撃をかなり耐えてくれたことだと思ってます。この戦いで発生した異風の効果によって、小諸城を包囲していた敵部隊も退却し、5つの侵入路のうち、2つの攻撃を防ぐことに成功した。これで北側の安全は保たれたね。中央部の反転攻勢も強めていかないと。今度は韮山城に攻撃を加えてきたぜ。韮山城か。韮山城には砲台を配置できてないから、一番不安な戦線なんだよね。東軍め、そこをピンポイントで狙うってことは、チート使って、うちの情報を盗み見ているんじゃないか？汚い、さすが東軍、汚いぞ。相手の情報ならプレイヤー側も見れるだろ。むしろお互いにフェアな状態だろ。今回の防衛戦は上田城の時と違って、周囲3方向から敵が侵入してくるよ。うまく戦力を分散してそのあたりにも対処しないといけないのか。敵の総大将は本田忠勝。こいつが使う戦法は、かつて年長を一発で瀕死に追い詰めたほどの破壊力を持つ。まさに北軍にとっての天敵と呼べる相手だぜ。さあ、戦いが始まったな。韮山城には敵の大軍が来ないだろうと睨んで、効果的な重要設備を配置できていない。せいぜい使えるとすれば、この場所の聖楼くらいかな。あとは城主の能力で一番高かったのが、上田城と同じで統率なので、最終防衛ラインまで追い詰められたら、天守が持つ敵兵力減少効果に期待しつつ、最後まで諦めることなく戦い抜いていきたい。うわぁ。
今の見た？たった一度の兵科攻撃で、主戦力の金森長近の部隊兵力が半分以上削られた。城の後方に兵力を回復できる救護所があったから、担架に乗せて運ばせるよ。金森長近、緊急搬送なう。しかし兵科攻撃は恐ろしい威力だな。敵の東軍は、籠城臭の効果でこれが全部隊に備えられているのか。土方さんも傷ついたから一旦後方の日陰で休ませる。熱中症じゃないんだから。これで早くも二人目の患者さんだ。と思ったら、患者にならずにお亡くなりになった部隊がいるぞ。救護処置をする時間さえ与えられなかった。どの戦線も劣勢状態だな。トリアージの判定で言うなれば、準緊急の黄色状態だ。患者を状態別に選別するってやつだよね。確か、その先の赤色が緊急で、黒が死亡判定だったよね。本田忠勝が迫ってきていた方は、支えきれずに城門まで撤退させたよ。緊急を表す赤色判定が近づいてきたぞ。まだ赤じゃない、オレンジだよ。勝手に新しい色を追加するな。さあ、次の戦いのステージは城門前の攻防だな。味方部隊が本田忠勝とぶつかった途端、先行ダメージを食らったらしく、これまた瀕死状態に追い込まれたんですけど、ゴズメの部隊と交代させるよ。で、そのゴズメ部隊が一瞬で溶かされた。そんなバカな、まだ1000人以上の兵力がいたはずなのに。本田忠勝の兵科攻撃が発動しているように見えたぜ。そして、右側も順調に押し込まれつつあるな。順調って言うな。本田忠勝と接触するのが怖い。もう嫌だ、あの人本当に怖いんですけど。あの鬼の形相を見てよ。何人も人を殺めているような目をしているよ。今の北軍に必要なのは救急車じゃない、パトカーだ。おまわりさん、あの鬼の本田忠勝を連行してください。これはもう、救急を要する赤色判定だぜ。まさに城の生命に危機が差し迫っている状態だ。うぐぐぐ。まだ望みはあるよ。救護所の様子をご覧あれ。ゲージが溜まっている。医療班が到着したことの合図だよ。傷ついた部隊を効果範囲内に急いで入れに行こう。そのタイミングで救護所の効果を発動すれば、一気に兵力が回復するはず。さあ、北軍が誇るドクターチーム、その神の手でみんなをオペしておくれ。うん？これは回復できたのか？1100人だった総兵力が、2100人にまで回復したぞ。つまり総兵力が約1000人回復したってことだ。微妙な効果だ。もっと劇的に回復するものだと思っていたのに。そんな国軍をあざけるように本田忠勝が城門を突破した。うわぁ、鬼が侵入してきた。さっきの回復は完全に医療ミスでしょ。傷が全然治ってないもん。こっちは体中を複雑骨折しているのに、小指の擦り傷しか治療されなかったのと同じ気分だ。とりあえず、本田忠勝の戦法で複数部隊が巻き添えを食らうのを防ぐため、部隊を小出しして本田忠勝にぶつけるよ。まさに処刑台への行列状態になっているな。死刑執行人は本田忠勝と。そして、右側の正楼も破壊されたと。これはもう黒ですね。死亡を表す黒判定ですね。勝負がついたから、ちょっと風呂入ってくるわ。入るな、最後まで見届けろ。むごい、国軍武将が次々に処刑されていく。次は誰が処刑台に向かわされるんだ？城主の金森長近になります。ちゃんと最後に言い残す言葉を聞いてやるんだぞ。おや？あ、こんなところにまだ味方部隊が残っていたんだ。今のって、松倉重政の息子で松倉勝家だったよな。甲状腺が始まってから一回しか操作しなかった部隊だね。存在を忘れられて、置き去りにされた挙句、人知れず壊滅するっていう。これはひねくれてもおかしくないわ。そんなことより見てよ。本田忠勝を撃破できそうだ。奴のトリアージ判定はすでに赤色。よし、ようやく撃破。鬼は外にお帰りください。金森長近がやってくれたよ。処刑人を処刑した。はははは。史実で57回の戦で無傷を誇った本田忠勝が、緊急搬送されていく姿を見るのは2回だね。これで形勢は逆転した。敵でまだ残っているのは、そろそろ退却を始めそうな部隊ばかりだからね。限りなく黒色に追い込まれた北軍が、息を吹き返したよ。東軍で最後まで残っていたのは、伊藤一等祭だったね。でも、無事に立っていられたのはここまでのようだ。はい、剣豪も例外ではなく緊急搬送されていきます。後で、お見舞いに菊の花でも送ってあげるからちゃんと受け取ってね。見舞う気持ちこれっぽっちもないのな。これで勝利確定だね。父から生還した男、不死身の金森長近の誕生だよ。
この攻城戦の結果、小田原城に迫っていた敵部隊も包囲を解除して撤退した。甲府城もこちらが攻勢に出ている側だから。これで事実上、東軍の五路進行は北軍要塞戦の前に全て打ち破られた結果となりました。さあ、今度は北軍が反撃に転じる番だ。もちろんそのつもりだよ。その後、反攻作戦に転じた北軍の前に、敵の援軍が集結、岩戸の城をめぐる決戦へと発展した。この戦いに勝利を収めた北軍は、放たれた台風により、岩戸の城の他に津久井城も手中に収めることに成功した。家康のいる江戸城に着実に足を伸ばしていった。その後も北軍は攻撃の手を緩めることなく、続いて八王子城を力攻めで制圧する。その直後、東軍は八王子城奪還のために8万の軍勢を差し向けてきたが、北軍はこれを撃滅。上田城や小諸城にも敵の軍勢が襲来していたが、不利を悟って、城攻めに移ることなく撤収を開始した。この後、同じルートで攻めてきた東軍5万も、同じ運命をたどって退却することとなる。東軍の疲弊状態を見た前田利長は、再び進軍を指示、玉縄城に向けて大軍を繰り出した。東軍側もこれに呼応して、各地から防衛部隊を編成して援軍を派遣。玉縄城の手前で両軍が衝突。相手の部隊数を調整した後、前田利長と徳川家康が再び対峙する。江戸城の戦いの前哨戦とも言える玉縄野戦が勃発した。この戦いでは、山岳部で敵部隊を撃破したことにより、敵の軒口までの進路が開かれ、これを破壊したことで戦いを有利に進めることに成功した。最後は、こちらが残った軒口の破壊に向かっているにもかかわらず、東軍の本陣防衛部隊が、まさかの山頂を目指して進軍を開始。当然のように、その隙に軒口を破壊して勝利を収めた。この結果、威風によって玉縄城、小津久江城、三崎城の3つの城を参加に加えることに成功。ついに北軍は、東軍の本拠地がある江戸城の目前まで到達したのだった。ようやくここまで来たね。北軍が東軍の本拠地に向けて、総攻撃を仕掛ける時がやってまいりました。長い道のりだったな。最後くらいは臨戦態勢に移行して、全力で攻めかかろうじゃないか。江戸城に向けて進軍する部隊を選択する。基本的に南側に位置する城からは全て出陣させるよ。これらの城から江戸城に向けて軍勢が出陣するわけだな。見物だぜ。今です。あとは、臨戦態勢移行までじっくり待つのみ。臨戦態勢への移行が終わったので、後方の城から順々に出撃させているよ。江戸城攻撃は攻城戦で終わらせたいと思っている。でも、攻城戦を行うにはその城の兵力が 50% ないと行えないんだろ。江戸城の兵力は先の玉縄合戦で大きく損なわれており、50% には遠く及ばないぞ。しかも、同様状態だから、しばらくは城の兵力が大きく回復する見込みもない。案ずるに及ばないよ。これまで徳川家の城を幾度も攻めてきたけど、駿河や関東に入ってきてからは、城攻めの際に、ほぼ 100% と呼べるくらいにある攻撃を敵は行ってきた。それは臨時で兵力を増加させる緊急徴兵だよ。それを今回は、あえて攻城戦をしたいがために利用するわけ。なるほどな、果たしてうまくいくのか。やっぱり来たか。読み通り、敵は緊急徴兵を行ってきたね。おお。普段だったら鬱陶しいその行為も、今回ばかりは待ち焦がれていたよ。これで、江戸城は攻城戦が行えるだけの兵力が回復したことになる。しかも、救援部隊が来る様子も今のところない。援軍は采配合戦で括弧撃破する予定だったけど、これは想定していた以上にいい流れだ。江戸城を2方面から攻撃するために、部隊指示を出し直してきたよ。早くも南の部隊は江戸城に取り付いたな。このまま西側からも城を目指すよ。しかし、江戸城に援軍が一切来ないのは意外だったな。江戸城なら、援軍なんかなくても北軍を余裕で追い返せると思われているのだろうか。だとしたら、大きな間違いだったってことを思い知らせてあげるよ。さあ、部隊と部隊が整った。いよいよ、江戸城総攻撃の時間だ。利長様、ついにこの時がやってきましたな。東軍の本拠地、江戸城総攻撃の時が。どうやらそのようだな。あれ、利長様の姿が変だぞ。また、威厳のないお姿になっておられる。
数時間前に見た時は、確かに貫禄あるお姿をされていたはずなのに、この短時間の間にどのようなトラウマがあったというのだ。総攻撃の話だが、このままキビスを返して鏡に変えるという選択肢もあるな。な、何をおっしゃいますか。いずれにしても、敵の様子を見ないことには判断できん。どれ、前線に赴いて視察してみるか。な、なりませんぞ、殿。そのような威厳のないお姿で表に出られては危険です。前だけの威信に危機が及ぶのです。お待ちくだされー。やはり、江戸城の守りは強固のようだ。今も着々と防備を固めておる。ここは無理せず鏡に変えるべきだな。うむ、そうしよう。おい、見ろよ、あの丘の上にいるのは敵の総大将じゃないか。本当だ、あのいでたちは前田利長だぜ。しかし、想像していたよりはるかに覇気のない姿をしてるな。秀康様が敗れたと聞いたから、どんな武人かと思えば、ただのふぬけもいいところじゃないか。我ら東軍がここまで追い詰められたのは、ただ運が悪かっただけに違いない。ああ、あの間抜け面に東軍が負ける姿は想像できん。しかも、鏡に変えるとか言っていたのが聞こえたぜ。とんだ腰抜けじゃないか。こや、こたびの戦は勝利間違いなしだ。あんなん相手に辛い不審作業をさせられていたかと思うと、馬鹿らしくなってくるな。みんなにも教えてやろうぜ。それがいい、俺は帰って寝ることにする。はあはあ、やっと追いついた。と、殿、どうしてそのようなお姿を敵にさらしたのですか。そのような姿？あ、いえ、その、ふ、強いて言えば、大事の前の障子というやつだ。と、どういうことですか？こういうことなのだよ。な、な、な、なんと、殿が威厳あるお姿に？先ほどはこういう姿だったな。まさか、トラウマを克服するどころか、自在に操れるようになったのですか？先ほどの姿を見て、奴らは油断するに違いない。前田利長、恐れるに足らずとな。それで傷つく維新なんぞ些細なこと。我ら国軍はその隙に総攻撃を加えるのだ。と、殿、申し訳ございません。それがし、お見それしておりました。構わぬ、敵を欺くにはまず味方からというではないか。それより、皆の者に急いで総攻撃の準備をさせよ。はは、承知いたしました。史実の加賀前岳三代目当主、前田利常は、江戸幕府からの警戒をそらすために、あえて鼻毛を伸ばしたりして、うつけを装ったという。こたびの利長も、弟の利常からその策略を提案されて、それに乗っかることにしたのである。よし、江戸城に総攻撃を仕掛けるよ。北軍、7万2000隊、東軍、4900。兵力的には北軍側が圧倒的に有利だな。最後まで何が起こるかわからない。油断しないで全力で行く。何やら、敵の防備が整っていない様子だぞ。本当だ、防衛側の重要設備が何もない。利長のうつけ作戦がうまくいったんじゃないか？実際のところは、緊急徴兵によって兵力が回復して攻城戦は可能になったけど、重要設備の準備が整う前に、北軍が城に張り付いてしまったんだね。なるほどな。そのおかげで江戸城は裸同然。このチャンスを逃すつもりはない。北軍は総大将の前田利長をはじめ、北軍最強の高山右近、今や北軍ベテランの松倉重政など、そうそうたるメンバーが揃っているよ。そして、それらの部隊に、江戸城を取り囲むように進軍指示を出す。わざわざ、四方を囲む必要はない気もするが。史実の大阪の陣で、家康は大阪城を包囲したでしょ。今回は自らが包囲される苦しみを味わってもらうよ。さあ、北軍による江戸征伐の集大成、江戸城総攻撃が始まりました。ゲーム速度のせいもあるけど、すごい勢いで進軍していくぞ。もはやこの勢いを、東軍ごときには止めることはできない。大阪も瞬く間に破壊していく。いいぞ、その調子だ。まずは一部隊を撃破したね。防衛戦でコテンパンにされていた北軍とは思えないぜ。このままどんどん進んでいくよ。さらに敵部隊が壊滅。北側でも敵が敗走。敵が次々と壊滅していく。臨戦態勢となり、完全体となった北軍の強さを思い知るがいい。そして南側でも敵部隊が敗れたね。江戸城の東軍は、空前の灯火だな。その後も圧倒的な攻めが続き、
残すは死にかけの家康本体のみとなりました。江戸城を四方から取り囲み、これにより包囲は完成した。壊滅寸前の家康に、もはや逃げ場は存在しない。四方から北軍の総攻撃を食らうがいい。いざ、参る。やったー。東軍総大将、徳川家康を撃破したぞ。東軍の本拠地、江戸城の陥落だ。終わってみれば、江戸城の戦いは圧倒的な勝利だった。北軍を侮って、重要設備が何もなかったからね。さあ、江戸城陥落を祝して、威風という名の打ち上げ花火を夜空に上げようではないか。我らの名を轟かせてくれよ。そんなことが。前田家の威風が、遠く江戸の地まで轟いたぜ。これにより、江戸城の周囲にある二つの城も同時に手に入ったよ。この城、もらい受けました。このセリフ、素晴らしいね。北軍の旗が江戸城に高く掲げられた。く、北軍ごときに江戸城を落とされることになろうとは、前田利長め、いつの間にかあんなにも大きく成長しおって。こんなことならあの時、諸大名の反対を押し切ってでも、加賀征伐に乗り出すべきであった。無念だ。ついに我ら北軍は、江戸城を落とし、東軍を打ち破ることができたのだ。父上、あの世でご覧になられておられますか？利長はやりましたぞ。この戦いの結果、江戸城の他に、川越城と岩槻城も北軍の支配下に加わりました。そして、これをもって北軍、前田利長編を一区切りつけたいと思います。一区切りということは、終わったわけではないのか。この後の展開も、2話分くらいだけど一応構想は練ってあるよ。もちろん、プレイ自体が希望通りに進む保証はないけれど。ただそれを動画にするには、家康との残りの戦いに膨大な時間を費やす必要があるため、それよりも先に、信長の野望申請の別動画を上げたいと思い、そちらを優先して投稿し、時間ができた時に、改めて続きに取り掛かれるといいなと思っております。それでは、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。